それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはウィンピクシス、ストーリア。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィンピクシス、花に立ちます。その後ろからはストーリア、この馬も上がっていく構えです。さらにはナルナブリラール、6番クロスマジェスティ、その後ろ先手を取ったのはストーリア。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。大きく離れましたアートハウス、その外からリノキアラ、さらにはシャーレイポピー、これに続いてツルーセブンシーズ、クリノプレミアム、そのうちに続いています。その隣にスライリー、すぐ後ろにサトノセシル、並んで7番コトブキテピス、内からはイリマ、赤の帽子エイシンチラー、その後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ10番ストーリア、2番手はナルナブリラーレ、間を挟んでシャーレイポピー、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はストーリア、間が空いてナルナブリラール、間が空いてスルーセブンシーズ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ストーリア先頭、残り 200m を通過してスルーセブンシーズ先頭だ。2番手はアートハウス、先頭はスルーセブンシーズ、1着でゴール、2着はアートハウス、3着にサトノセシル、勝ったのはスルーセブンシーズ、このレースを制したのはスルーセブンシーズ。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、ナルナブリラール前に行きそうです。シャーレイポピー、それに続いています。さらにはウィンピクシス、10番ストーリア、その後ろ前提を取ったのはウィンピクシス、これに続いてアートハウス、その後ろからはクロスマジェスティ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にリノキアラ、内からはエイシンチラー、その後ろにサトノセシル、並んで12番スルーセブンシーズ、すぐ隣にクリノプレミアム、その外からスライリー、イリマ、そのうちに続いています。その隣にルビーカサブランカ、最後方にコトブキテティス、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてウィンピクシス、2番手はナルナブリラーレ、間を挟んでストーリア、3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウィンピクシス、ナルナブリラーレ、続いています。離れてストーリア、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンピクシス先頭、残り 200m、 先頭はウィンピクシス、ストーリア必死に追いすがります。アートハウスかわす、アートハウス、アートハウス、1着、2着はクリノプレミアム、3着にストーリア、アートハウス、見事このレースを制しました。スタートしました。ウィンピクシス、これはいいスタートを切りました。リノキアラ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくウィンピクシス行きました。続いて前へ行くのはリノキアラ、さらにはナルナブリラール、10番ストーリア、その後ろウィンピクシス、先手を取りましたアートハウス、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。クロスマジェスティ、それに続きます。赤の帽子エイシンチラー、その後ろサトノセシル、上がっていきました。その隣にシャーレイポピー、クリノプレミアム、すぐ後ろ並んで15番ルビーカサブランカ、その外からスルーセブンシーズ、これに続いてコトブキテピス、並んで11番スライリー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。リノキアラ、2番手はウィンピクシス、間を挟んでクロスマジェスティ、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリノキアラ、間が空いてウィンピクシス、離れてアートハウス、4コーナーをカーブして、さあこれからです。リノキアナ先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わってアートハウス、2番手はルビーカサブランカ、アートハウス先頭だ、アートハウス、アートハウス、1着、2着はルビーカサブランカ、アートハウス、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ナルナブリラール前に行きそうです。スルーセブンシーズ、それに続いています。さらにはウィンピクシス、1番アートハウス、その後ろウィンピクシス、先手を取りました。これに続いてクロスマジェスティ、その外からストーリア、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、並んで14番リノキアラ、これに続くのがサトノセシル、すぐ後ろにクリノプレミアム、黄色の帽子シャーレイポピー、その後ろスライリー、すぐ後ろその隣にエイシンチラー、ルビーカサブランカ、この馬もこのグループ、その横にコトブキテピス、
しんがりからイリマ、各馬がタープの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてウィンピクシス、2番手はイノキアナ、アートハウス、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はウィンピクシス、その外からはイノキアナ、内からはアートハウス、離れてストーリア、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はアートハウス、残り 200m、 アートハウス伸びてきた、アートハウス先頭、アートハウス先頭、先頭はアートハウス、1着でゴール、2着はスルーセブンシーズ、3着にストーリア、アートハウス、見事このレースを制しました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ウィンピクシス前に行きそうです。ストーリア、それに続いています。さらにはラルナブリラール、6番クロスマジェスピー、その後ろウィンピクシス、先手を取りました。アートハウス、それに続きます。これに続くのがイノキアナ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。里のセシル、そのうちに続いています。並んで9番シャーレイポピー、栗のプレミアム、この馬もこのグループスライディ、それに続いています。青の帽子コトブキテピス、その後ろ、その横にスルーセブンシーズ、内からはテイシンチラー、さらにはイリマ、最後方にルビーカサブランカ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として3番ウィンピクシス、2番手はストーリア、間を挟んでシャーレイポピー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンピクシス、離れてストーリア、離れてスルーセブンシーズ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 スルーセブンシーズ追い上げてきた、スルーセブンシーズ抜けた、2番手はフリノプレミアム、スルーセブンシーズ、スルーセブンシーズ、1着、2着はルビーカサブランカ、3着にフリノプレミアム、スルーセブンシーズ、見事このレースを制しました。スタートしました。好スタートを決めたのはクロスマジェスティ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくクロスマジェスティ行きました。続いて前へ行くのはウィンピクシス、さらにはストーリア、14番リノキアナ、その後ろ、先手を取ったのはウィンピクシス、その後ろからはアートハウス、その外にラルナブリラーレ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。里のセシル、上がっていきました。黄色の帽子シャーレイポピー、その後ろ、内からはテイシンチラー、その外からスルーセブンシーズ、クリノプレミアム、そのうちに続いています。その隣にコトブキテピス、並んで11番スライディ、イリマ、それに続いています。しんがりからルビーカサブランカ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてウィンピクシス、2番手はクロスマジェスティ、間を挟んでアートハウス、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンピクシス、離れてクロスマジェスティ、その外からはストーリア、4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのはスルーセブンシーズ、残り 200m、 スルーセブンシーズ、このまま振り切れるか。2番手はアートハウス、スルーセブンシーズ、ゴールイン、2着はアートハウス、3着にプリノプレミアム、スルーセブンシーズ、見事このレースを制しました。